いやー、ノブロック TV ね、見てくださった方、ほんまありがとうございました。いやー、たくさんのね、温かい、1700件近くかな、温かい批判のコメント、ありがとうございます、ほんまに。いや、でもほんまに、僕みたいなもんは、この、言われて、なんぼっていうところもありますので、ほんま全く気にしてなくて、むしろなんかありがたいというか、ほんまに嬉しい限りです。でもね、今日も等身大で、ブレずに、料理作っていきます。ということで、今日はね、豆腐ステーキ、作りたいと思います。ということで、用意するもの、こちらですね。まぁ、濃厚仕立ての、豆腐ステーキ。まあ値段ね、58円。安使ってます。これは。もうね、ちょっと、ね、買っていきます。ああ、やったって、ね、作っていく。はい。作っていきます。もうね、どこにでもある、批判のコメント、市販の木綿豆腐ですけども、ね。はい。市販の木綿豆腐。そう、まあ、はい。木綿豆腐。木綿豆腐。で、まあ、ステーキって言えばね、肉なんですけども、まあ、肉使うとね、まあ、刺しの入ったね、お肉とかやったら、批判の原因になる、肥満の原因になるんで、ちょっと今、ダイエットが、痩せてるんですよ、今。はい、ダイエット中で。はいはい。痩せて。なんか筋トレしてたら、なんか、しすぎで鼻声なって、ちょっと今、ちょっとやられてますけど、喉の方も。はい、筋トレのしすぎでやられてます今。はい、なんでちょっとね、このつるっといける豆腐で、でこれね、絹と木綿あるんですけど、崩れにくいんで、こっちの方が。なので、ごめん豆腐メンタル、あ、じゃあ木綿豆腐選択してください。はい、はい、豆腐茶は、木綿か、豆腐は選択するか、そう、木綿です。はい、木綿を選択してください。じゃあちょっともう丸ごといきます、もう。はい、なんでちょっと、これ火つけるんですけど、火やめときます、ちょっと今日。はい、すいません、火はちょっと火ちょっとやめときます。ちょっと使わないです今日。ちょっと今日はアンチ、あ、レンジで、レンジで、はい、行かせていただきます。あ、ちょっとこれ変えて、今、レンジで。じゃあちょっと待ってる間にちょっと書籍の方、読みます。ちょっと、ずっと読みたかったやつです。ずーっとこれ昔からね、それは最近からずっととかじゃなくて、昔から読みたかったやつ。知ってるな、知ってた上でやん、知ってた上でやん、あれや、別に。はい、なるほど。でも確かにほんまにそうや。ほんまにこれはそうや。あ、でも癒されるな。癒されるというか、まあ、あれや、勉強なんやな。普通に。勉強なるぞ、これ。
火つけるか。しゃあないな。しゃあない人いか、普通に。繰り返しまーす。で、ここに、誹謗中傷、あ、じゃあ、胡椒少々、振ります。仕上げに、すき焼きのタレ。これはね、もう味濃くなるんで、あんまり煮詰まんないように。煮詰まんない。では、いただきます。うん、ベリーうまいば。うまいな。こんな時でもうまいぞ。こんな時でも普通にうまい。めちゃくちゃうまい。うまいわ。こんな夏でも。うん。ふわふわ、あ、じゃ柔らかい。うん、美味しいです。いや、これ素晴らしいね、ほんま。これほんま豆腐新規のどうして微妙好きになってしまったんだろうやね。木綿豆腐して微妙好きになってしまったんだろう。やな、ほんま確実にそうやろ、これ。いや、素晴らしい。こう、ほんまにうまいし、エアジ。うまんつエアジ。バンドエイジ。ゆで卵でした。ゆで卵先生。1440ml やから、まあ、ペットボトル2本分あればって言ってましたけど、その、トマトジュースであんま換算しないですよ。普通 500ml のペットボトルで換算するんで。720ml の、細いスリムボディの、そのトマトジュースのやつ、普通。ペットボトル2本分換算しないんで。ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。